ご覧ください。クリームパン3ポイントです。はい、ありがとうございます。アンパン1個ください。あー、アンパンはポイントカード3枚なんですよ。何かいいことすればあと1枚もらえますから頑張ってください。え、また買えなかった。なるみ、ゆうこ、え、それ全部ゆうこが買ったの？うん、全部食べるの？まさか友達の分だよ。こんなに一人で食べるゆうこすごいな。友達に貸せるくらいポイントあるんだ。そういえば成績もずっと1位なんだよね。私は最下位。てか聞いて、私ね、ランニング始めたんだ。そしたらね、ゆうこ、私にポイント稼ぐコツ教えて。え、あ、うん、いいよ。本当？ありがとう。一緒に運んでくれる？わかりました。はい、3ポイント。ありがとうございます。ああいう風に物を運ぶお手伝いはポイント高いんだよ。なるほど。よし、行ってくる。じゃあ私行くね。え、行っちゃうの？次のポイント稼ぎに行くから。わかった。失礼しました。すいません、なんでもないです。いった大丈夫？ありがとうございます。うん、あ、すいません、あの委員会なんでポイントアップで渡していきます。で、どうだった？ポイント。え、あー、うん、ポイントはもらってなくて。え、なんで？後で来るって言ってたからいいかなって思って。ちょっとちょっと、名前とかクラスとかちゃんと聞いたの？あ、聞いてない。じゃあもらえないじゃん。嬉しかったな。あれ、なるみ。大丈夫？あ、ありがとう。あ、ポイント。ありがとう。あ、でも飽きただけだからいいよ。え、本当にいいの？ポイント。大丈夫、このくらい気にしないで。あ、ありがとう。あの、え、ハンカチ落としましたよ。あ、ありがとうございます。ポイント、そんなポイントもらうようなことしてないから。あ、あの人大変そう。ちょっと待ちます。いいの？ありがとう。あ、ポイント。いいよ、そんな大したことしてないから。あ、あの時私そびれた。いいよ、そんな、行こう行こう。ゆうこちゃんすごくない？また1位だよ。後ろからかぶってますね。すごいね。ああ、ゆうこちゃんだ。ありがとう。
そりゃポイントは嬉しいけど、でも私が本当に嬉しかったのってもっとこう、なんていうかもっと違うもので、ああもう好感度って好感度って、私1年の加藤みどりって言います。あ、この前の。私先輩にずっとポイント渡そうと思って、でもこの前先輩がポイント受け取らなかったのを見てすごく憧れて。そんな、私なんて。そんなこと言わないでください。私すごく嬉しかったんです。ポイント多い人選ばないで私の方に来てくれました。それに初めて見たんです、ポイントをいらないって断ってる人。でもあれはちょっとしたことだから。それに私の方こそみどりちゃんの顔見たらすっごく嬉しくて。先輩、私は先輩への好感をポイントなんかにできません。ありがとう。なるみ何か買いに来たんじゃないの？ああ、ううん、ポイント足りないから。なるみさ、ポイント多くなったわけでもないのになんか嬉しそうだよね、最近。そう？でも好感度ポイントが私に自信くれたかも。少ないのに。そうだけどさ、あ、もう危ないな。